1、えー、一本前の動画で、規制線をなぜ山の中に張ったのかという推察をしてきました。まず1つは、そこを最上限1点とする、要は滑落したと見られる崖を決めましたということね。山梨,原生が山梨県警が決めて、それ以上上から出たものは野生鳥獣等の仕業によりという形にして最上位点を決めたわけと推定しています。私はねで そしてその、えー、その場所の映像を撮ったとみられる YouTuber に消しなさいというふうに、えー、特定の動画ね、無数にある動画の中のたった2本の動画を指定して消しなさい、えー、っていうふうに来たのは、ね、1つは規制線が映ってるから、もう1つは規制線が映ってないけども、ブルーシートでですとか、ペットボトルが散らかってるでですとか、そういうものがあるので消しなさい。 でもう一つ特徴的なのは、その二つの動画には赤フラッシュという、その獣除けと見られるものが映り込んでるわけね。その赤フラッシュが映り込んでる二つの動画を消しなさいという、要は野生鳥獣の関与っていうものをが、えー、分かられたら嫌なんじゃないかというぐらいに、えー、その消しなさいってくるわけね。えー、もう一つは、 メデ,ィアとメディアと山梨県警が、えー、国民に対して嘘をついているというのは国民じゃなくて、えーね、関係者小柄美咲さんのお母様ですとかお父様ですとかその関係者一緒に行ったグループキャンプに行った、えー、お父様たちに、えー、お父様たちお母様たちに見られるのが嫌、えー、そ,れそれか一緒に行っていた子どもたちが大人になった時に 報道発表と違う事実があることを気づかれるのが嫌だから消しなさいというふうに言ってきたんじゃないか。まあこれ消しなさいというやつは仮定してね、弥勒さんのが嘘をついてないと仮定して、嘘つくメリットないからえ多分言ってきたんだと思いますけど、規制線の場所はえ通過してないわけ。弥勒さんは通過してないわけ。通過しなくても行けちゃうわけ。だから規制線の張り方自体がおかしいですねっていうふうに、 あのえー、赤羽橋さんなんか、えー、山形の赤羽橋さんなんかとか私とかが、えー、しきりに1年前にやったわけね要は連日20人体制とかでやってますよっていう創作してますよっつったけど YouTuber が行ってそこの場所に行ったら誰もいねえっていう話ね、えー、メディアすらいねえみたいなあじゃあメディアと山梨県警がそれ分かっていながらねタッグを組んでやっていたんですねっていうのが分かったわけ分かっちゃうわけ だから、あのー、それを見ると、えーねえー、小倉美咲さんのお母様含め、関係者はどう思うかっつったら、全然やってねえじゃねえの、この野郎という、ますます不信感が募るわけ。ね、募るわけ。だからそれを、その募るというのを私は認識の上で、どんどん仕掛け動画を作っていったんですけど、で実際、今年の5月27と、えー、28に私が行ってきました。全然多分、ね、確かね、えー、その辺に5月末に行ってきました。 そのライブ配信の映像とかありますからあのご覧になれれば分かると思いますけど何をやってきたかというと <laughs> まず規制線が張られてるはずなんですよねで規制線の張られていると見られる場所ね、えー、ズバリそのものを言ってくれませんから、えー、その場所を大体特定しましたその特定の、えーね、どうやって特定したかというと山梨県警は言わないのにどうやって特定したかというとあの 弥勒の約束手形さんの動画とあと八百屋の長兵衛さんという方の動画あとは物欲に負け続ける男さんという方が、えー、上げているのでそれらの動画によりその位置を特定しました規制線張っていたと見られる場所ね見られる場所でその規、ね、制線のよりも上,上流よりも下流の V 字谷の下流から見上げたところに、えー、2つの崖があります えー、こっち側の崖こっち側の崖はねこっち側の崖は緩いです比較的緩いです,比較的緩いですこっち側の崖ね、えー、こ,のこっち側の崖緩いですだから滑落してもお亡くなりにならないわけでこっち側の崖ここねふかふかじゃないところ岩がむき出しのところが昨日の、えー、サムネになってるところねこれここここここ あここを滑落ポイントとし,したんじゃないか、要は言ってくれない、教えてくれないから、小倉美咲さんの、ね、お母様とか関係者には教えてるかもしれないんだけど、我々には教えてくれないので、<laughs> 現地に行って、ここを山梨県警が、えー、世間には発表しないけど、滑落したんじゃないかというふうに想定してるんじゃないか。その理由としては規制線を張ってるから、ここに。規制線張れるわけないの、そもそも。もしね。 これ滑落したとしても、その後、動物の関与が認められるわけ。それはなぜかつては、山梨県警がその消せよって、魅力の約束手形さんに言ってきた動画に赤フラッシュというものが映ってるから、その消せよって言った動画、大量にある動画の中のたった2つのねやつを指定してきたやつに赤フラッシュがあり、それ以外は何も言わないわけ。 <laughs> ね、それ以外は何も言わないけそれ以外に何が映ってるかっていうと、ねえー、メディアも,ィアも、えー、山梨県警もいないっていうのが映ってるわけそれ以外に、ね、<laughs> それ以外にだから、あのー、それ以外に映っていて連日連あメディアは、えー、20人から何十人体制に規模を縮小しながらでも入ってますよっていうのを報道してたわけねメディアがいないのに。 ね、ということは会、現場には行かないで、会議室の中で山梨県警から、難民体制でやりますって言われて、あそうなんですねってメディアが、ね、その山梨県警の発表を、えー、信じて、要はジャーナリズムには置けないわけです。それね 山梨県警のの発表を聞くのは当たり前なんですよジャーナリズムでもジャーナリズムとしては本当に山梨県警がやってるんですかってね本当に小倉美咲さんのお母様とかが望んでるように事件としての捜査をやってるんですかって思ったらジャーナリスト現地に行くでしょ、ね、もしこればらまきだったらいろんなところを現地にメディア取るはずですよね取ってるはずねそれ取って移さないってことはもうメディアと山梨県警お仲間ですねこれね <laughs> ねあのー、対立しているように予想でメディアとその山梨県警は普通は対立しているように装うわけ当たり前でしょ警察が我々の税金使って仕事してない可能性があるからそれを監視するのがメディアですからね普通に考えたらねでその中で、えー、お仲間ですねって見えちゃうわけ。 あの魅力の約束手形さんの動画を見ればね、これは、大津屋が代表です、斎藤健一郎が代表ですって言いながら、大津屋が政党交付金の請求書を出していないかもしれないというのが一瞬でも見えた瞬間に、お仲間ですねって見られるのは当たり前なわけ、そもそもはね。いろんな人から見られるわけ、総務省とか、YouTube を見てる人じゃなくて、総務省とか行政からも見られるわけね。 でそれと同じで、これも山梨県警の発表に基づいてメディアが20人体制でここ捜査してますって言った,のに言ったけど、5日間誰とも会ってないってい、ね、その記録物がもう映っちゃってるわけ、そして滑落ですって言ってるのに、そこは赤フラッシュたいてるわけ。<laughs> ということは野生鳥獣の関与があるわけでしょ、じゃあ、ね、規制線をピッて張る意味がわからないわけそれ、ね、誰も行かないのに規制線貼張ったのね。 ということはここの崖、青色の崖が滑落ポイントですよと、とするなわけ。私からしてみれば、とする。ね、地震があるんであれば、ここが、えー、お亡くなりになった場所と見られる場所、もしくは遺棄、えー、された場所と見られる場所です。そこから合理的な判断により、V 字谷の方に、えー、っと、<laughs> V 字谷の方にこう落ちてきましたよという。 えこういういそしてここで、えー、1 0ンチぐらい埋も,埋もれて見つかりましたよというね <laughs> そういうのに自信があればそれを発表するしい、あのー、メディアに伝えて発表するはずなんですよでもやらないでしょでやらないんだったらそれは関係者にも言っちゃだめなのに、ね、関係者にはここですって多分言ってるわけ小倉美咲さんのお母様とかにはここなんですって言ってるはずなんですよ。 だから YouTube にそういう映像があったり、ね、こういうふうに考察動画とかあったらこれ見るわけよ関係者がねご遺族とか、えーね、小倉美咲さんのお姉様だって見るかもしれないですよすると山梨県警としては都合が悪いわけですよ、ね、だって本当に発表していないことを 税金で使って、えーしえー、調べてみんな真実知りたいのになぜ小倉美咲さんのお母様とかお父様とか関係者だけに、ね、滑落したかもっていう話とその場所にご案内するんですか、ね、本当に自信があるだったらメディア連れてジャーナリズム、ね、やるはずでしょじゃあ逆に言ったらばメディアはそこを突っ込んでいかない限りはお仲間ですねって見られてもしょうがないわけ。 だから多分、うん、メディアと山梨県警はグルですねっていうふうに関係者には思われてるよ。で私ここに行って何やったかというともしここで滑落したとするんであればね,ね、えー、最初ここに台座みたいなこういうのがあって、えー、そこの上にいたからここを探したと V 字谷を探したとここね探したけど見えないっていう のを想定したんですけど想定しましまたするとここ,の、ね、ここにあった台座みたいなのがここに落ちてこう積もってそしてその下に美咲ちゃんがこう埋もれていたとするならば1 0センチぐらいもう掘ったって手で手掘りしたってもう無理でしょと重機持ってきてこれをねこの何トンもあるこの,この台座部分の崩壊部分をこう ゴリゴリってやらないと出てこないでしょということで実際現地に行ってここ掘ってみたんですよどしろとながらねでその岩盤とか地層とか詳しくないけれども私からするとここの地面がもうすでにだいぶ前の地層であるんじゃないかというふうに想定しております要は腐葉土の下はもうだいぶ前からそのような岩盤であると だから3年ぐらい前に、この台座とみたいなものが落ちてきて、えー、そこに行ってないんじゃないかというね。ね滑落なら土石、V 字なにを掘るってこと。土石が、土砂があるんじゃないか、V 字なにを掘る、掘ったわけ。私はね、実際。そうした結果、この台座はないんじゃないかという結論に至りました。<laughs> 今年の5月に行ってね。5月末に行って。ということは、ね、ここに普通に、えー いたという可能性がありますか。滑落だったらね。ゴロゴロゴロってさ、ここで止まらないから。なぜかってさ、ここで止まらない。止ま,止まってくれるようなシャドウじゃないし、ね。何もないですよ、ここ。岩なんです。崖なんです。切れ目とかあるけどね。で、だからここまで落ちていくでしょって。そしたら、ここにね、お亡くなりになって、えー、ほぼね、即死状態なのか分かりませんが、意識のない状態でそこに行くわけでしょ。ということは、一つ言えるのは、 ここの V 字だに行った行った行ってるけど、その行った人、本当に行ったんですかという疑問ね。で、は未創作という可能性が非常に高くなってきた。滑落なら。滑落ならここ来てねえんじゃねえのっていうふうに私は今思ってるわけね。これ昨日のライブ配信でも言いましたが、ちょっとライブのアーカイブはね、あの、ね、ツイートライブなんであんまり、 えー、出したくないなっていうことで、まあとで出すかもしれないですけど、で、アップ、ね、もう一つがですね <laughs>、えー、そもそもここに留まることが、要は台座がないということは、ここに留まることできませんから、ねで、落ちているか、落ちているか、むしろそれよりも上、こ,の木これ木ね、木、これ木です。木あれば木の根っことかで、こうやって、ああ、下に行きたいな、か、もしくはこの辺で甘い踊りとかね。 だから、この辺でお亡くなりになった可能性がないかっていうので、実際ここ登ったなわけよ。ここ。かなり危険でした。ここめちゃくちゃ危険でした。ここ登るのね。ここ、あの、ロープとかないで登るのめちゃくちゃ危険なんで危ないです。うんうん、登れなくはない。その木とかをね、えー、握ってれば。そしてその木とかを間違って離してしまえばザザーっていきます。で、ザザーって行くと死ぬかっつったら、ここの崖以外は、 死な,ないここの崖っていうのはこ,こ,この,その滑落したかもと想定する横のところっていうのはこれシャドウはきついです同じくきついですけどあのそんな岩とかが出てない要はうっすら土みたいのがあるわけこっちとかこっちとかねこの一部のポイントだけがおそらくブルーシートがかけられていたこれちょっと疑問なんですけどもねシャドウになぜこのブルーシートをかけてかわからないけどそのブルーシートがかけられたと思われる辺りの崖 えー、以外のところは、ね、あの落ちても頭とかぶつけない限りはあのー、あの死亡しませんでここはどうかって言ったらあ死亡しませんというかここに行くと、えー、死亡はしないんですけどここでとどまる可能性があるわけでその山梨県警が滑落したかもという想定の崖がここかどうかわからないんですけどまだここ、その規制線の上で <laughs> こっちが西側の上だとするならば、ここだとするならば、ここにいると死なないけども、多分下まで行く。ダダダダーってこうね、そんなあのすあの落ちてくって感じじゃないよ。ゴロ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 とかつかむりながら、バローとかつって、足とか、まあ、運悪ければ頭を打って、ここでお亡くなりになると思うけどね。そう、っていうのはちょっと考えられないと思う。まあ,あ、応答はできなくなる可能性ある。大人でも、ここはね、ここの崖は。 ね、す,す,するとここにとどまらないで下まで行くから V 字谷まで行くから、ね、でかれさこれが V 字谷ていうのは枯れ沢と呼ばれている分、ね、だから枯れ沢は探した探したみんな言ってるわけでしょだから、えー、その探した探したっていうのが嘘である可能性が高い,ってい、ね、でそしてここを登っていった時に、ね、ここまでアプローチできるのとそとの崖のもう、ね、止まらないってなるところまでアプローチできるかっつったらそこが長すぎるわけ。 分かりますかこのね、滑落したかもまで長すぎるんです、アプローチ長すぎる、要はそこまで行けないんじゃないかという疑問になってくるわけ、ここを歩いてる人、これね、八百屋の長部さんという方が、今年行ってると思うんですけど、それ、さらっと見たら、どっかのやつでコメントで言ってましたね、台座までアプローチできないみたいな、これ、無理なんじゃないかと、ここまでアプローチするの無理なんじゃないか、だいぶ上です、だいぶ上。 かなり上の、まあ、木とかある中で言ってるからこの下なんだけどもまだ見えないうちからあそこまでアプローチできるかなみたいな、ね、そういうコメントをやってました私もそういう感覚に陥ってますだからだいぶ上の方の、えー、でもし、えー、お亡くなりなんだったらな,なってる可能性があるだからその場合だったらもう活力じゃねえじゃんね <laughs> ね。だからそっちの丸2だったとするならばそもそもがねおそらくですけど こういうい木,木の下とかそういうアプローチするも全然崖よりも前の段階で何らかのジーンズとかが見つかってる可能性があるでもそれは言えないわけなぜかってったらここで滑落したって規制線を張ってさらにここは見たっていうね、えー、ことにしてるわけでしょだからあのね捜索してないんじゃないかって言われた時に未捜索ね未捜索の言われた時にもし仮に行った時にここに生きてたんじゃないかというのを えー、恐れておそらくここ滑落したんじゃないかという楽器を作ったと思うんだけど私はねそういう、ね、もし仮にそこに行ったとしてもその時にはもうその時すでに落としねって美咲さんが歩いちゃってここに来て滑落したんだからもうしょうがないでしょとご遺体は確かに探せたかもしれないけど生きている三崎さんは探せなかったんじゃないんですかというふうに匂わせたいから滑落を出してきたんじゃないかというような考察により 強固に至る、至ったんです。現地に行って、現地に行って、ここを掘って、ここを掘って、そしてこれまでの、そのね、創作のやつとかで言わないから <laughs>、言わないから、じゃあ行ってないんだねっていうふうになるわけ。ね <laughs>。行ったっていうやつを信じられるわけがないわけです。だってそもそもが <laughs>、ここを探してる探してるっつっていないんだよ。で、メディアと山梨県警がグルなんだよ <laughs>。グルでそういうこと言ってたわけだよ <laughs>。じゃそういう人たちの話信用できないじゃん。 ね、我々でも信用できないんだから小倉美咲さんのお父様とかお母様とかもしくは一緒にグループキャンプに行ったお父様たちなんて絶対信用しないからねそのメディアの言葉とかなんて、ね、ということはもしかするとこういうところで人事とかもう出てる可能性があるわけよこういう木の下とか、ね、そしたらこれ滑落って言えないからね探したならば生きていたかもしれませんねって突っ込まれるところだからね ここでもし出ていたとしても、それは正直に言うべきだと思います。もし出ていたとするのね、なぜかって言ったら、ここに消防団が探しに来れるかって言ったら無理よ。だって広範囲で探してるの、これね、ここから出てきたという答えが分かっていて、ね、1年以上かかったんですよ、ここ。<laughs> 1年以上じゃないか。あの数ヶ月かかったんですよ、ここまで誰か1人がたどり着くのね。ね のの長兵衛さんという人がたどり着くまでに数ヶ月かかってるの他の、ね、魅力の約束手傘さ,さんとか物欲さんっていうのはこっちとか、えーね、こっちの周りの回り込んだところは、えー、フォーカスするけどここの崖にその滑落したかもにフォーカスして、えー、この周辺をやったのっていうのは八百屋の長兵衛さんという人が数ヶ月後ですよ。ね、そして私なんか1年以上かかってここにいてるわけ。 だから、あのー、こ,こ,でここでもし何か出たとしてもそれはねみんな探せたんじゃないかっていうのはそれは、ね、答えを知ってる我々ですら結構きついのにその時答えも知らない全域でどうしダムとか潜ってんのに何キロ先のダムで潜ってんだよ潜ってるのにその消防団とかその人たちが、ね、ここに来て探せたかとい無理でしょ。ね、だからその 滑落したかもと言う,、ね、あの言うんであればその証拠物を見せなさいって感じになる、ね、でもし滑落したというのがそれ全然ねあの全然単なる妄想であれば本当に妄想ね本当の何の間接的根拠も何もないものであれば、ね言,う <laughs> ね、言うなって話。関係者に言うなって話関係者に言うべき内容 と国民に向けて言うべき内容は一緒じゃないと不信感を持たれますよ。でまとめますよ。1ここを掘ってみたら、えーね、そんなこういう台座とかがあってそういう土砂,土砂が堆積していた痕跡がないように見える。わかんないよ。私も土素人だからわかんないけどないように見える。だから滑落本当にしたとするんだったらここにいた。じゃあなぜ見つからなかったのか言ってないから。 いったいった言ってるけど本当に行ったんですかいつ何時誰が行ったんですかっていう、えー、ねやつを言わない限りは行ってない可能性がございますねって見た方が正しいだってメディア言ってるやつが新人になられないんだもん <laughs> ね探してるっつってのに探してねえんだよマジでね嘘ついてるわけ <laughs> で、えーね、こ滑落した場合はこう滑落したというのがとんでもなく単なる妄想であり、えー、だとするならば ね、ここで見つかったんだけどここにいたんじゃなくてここの可能性があるわけもしくはねもともとこんな滑落とかこういうところじゃなくてもうもともとここだったっていう可能性もある枯れ沢にいて、えー、枯れ沢にいてそのまま衰弱しお亡くなりになったっていう可能性もある、ね、それはねそれは私はないんじゃないかなぜかって言ったらここねここの崖のところじゃないそのさっき言ってたこっち側ね この辺の斜面、この辺の斜面の枯葉とかそういうのをさらった跡が八百屋の長兵衛さんのやつであるから、なんでここわざわざ触るのこんな危ねえところ。<laughs> なんでこう、さーって熊手かなんかでその落ち葉とか,か全部拾ってんの、ね、こ,こ,でここでしか何にも見つかってないんだったら、ね、ここでお亡くなり、衰弱してお亡くなりになったら、こんな危険なところにやるわけないし、こんなところにブルーシートかけるわけないし、これこがこ開かんないよ。ここが開かんないけど、見た感じこの辺、この辺。 ね、斜面に何でブルーシートかけるんですかっていう話、ね、そして何で規制線より上,で上に鑑識板とかが置くんですかっていう話 <laughs> 上流部でね,ねそれてなぜ規制線がそもそもこ,こんな変なところに貼るんですかっていう話ねだから多分ここだけで出ているっていうのはないじゃあ考えられるのは何かっつったらやっぱりですねアプローチできそうなこの上で何かが見つかってるんじゃないかと思っております私は。 その一番の可能性が高いものがジーンズじゃないかと思ってます、私はね。ジーンズの破片とかそういうものが見つかってるんじゃないかと思います。だからこの辺とかさらったんじゃないかと思いますね。で、まとめると1番と2番ね、これ1番と2番ってのは自分で私が歩いて実際掘って曲がり釜持ってって掘ってやったやつね、現地で。で、その1番と2番とあと規制線があったやつ。 ね、あと、滑落したかもは、えーね、こっちょり、えー、漏洩しただけであり、えー、小倉美咲さんのお母様が、聞いたやつが、小倉美咲さんのお母様がホームページとか、ザ・ノンフィクションに言っただけであり、ね、実際は未発表であるということ。ね、だから自信がねえよということ,、えーあとあ。もしくは、まあ、事,件事件の何らかのものがあるんだったら、そ事件をこじつけて、そのね、滑落したかもの,の、の根拠を言わないとてことでしょ だから、あとは規制線張られてる、う土砂が、えー、ない、<laughs> アプローチが長い、長いここにとどまることできない、こロこロこロって落ちていく <laughs> で。落ちたからってって、ねそ、それで死ぬっていうことはちょっとね、それで骨折とかして動けなくなるっていう可能性あるけどね。でこれらより推定ですけど、推定1年、ね、滑落なら枯れ沢で、えーえー、お亡くなりになった。事故の場合ね、事故の場合、枯れ沢でお亡くなりになった。 じゃあててたっていうのが嘘、ね、嘘じゃなくて本当だとしてもそういうここのズバリその場所見つかった場所よりちょい上ぐらいまでは来てないもしくはね私が現地に行った結果第一の園庭って呼,ばれ呼んでるところがもっと全然下流の方なんでそこら辺でもうやめてるとかね。 もう30分ぐらいで行って30分ぐらいで帰る合計1時間ぐらいで行って帰れるような場所まで探したことを彼沢は探したローラーをしたとかって言ってる可能性があるわけで2番目、えー、衰弱をは低体温が原因ではないかと考えられるこの1番と2番からねでそしてなぜね滑落というか えーね、かかもい,いろんな衰弱とかね低体温とかがあるでしょ滑落、ね、の可能性もありますし滑落か,かなんかで、えー、動けなくなって衰弱した可能性もありますしえ、えー、寒かったのでその次の日15度でしょ雨に濡れたでしょ、えー、着替え持ってないわけ汗冷えしているわけだからブルブルでしょしかも冷温素材でしょってなった場合は低体温の可能性もありますねっていうふうにね 分かりやすく説明してくれるんであれば、そういう可能性を提示して、分かりやすく事故ならば、この可能性あります。で、ルートはいろいろ無限にあります。今、ネットではこっち側のバリルートと呼ばれているやつ、えー、ハッスルルートと呼ばれているやつ、KK ルートと呼ばれているやつ、大浅ルートと呼ばれているやつ、えー、あと、月細ルートか分かんないけど、あの椿沢の横からどうやって行ったとい,いうルートとか4つとか5つとかありますよと、ね。それを 小倉美咲さんのお母様とかに言うんだったら分かるけどそれらを全部除外してるでしょ除外してそれらの可能性を何ら証拠も示さずに、ねえー、除外してこのねここの崖で滑落したんじゃないかというのをなぜかこっそり遺族に対してご遺族に対してだけ言うということからねということから、えー この可能性があると逆に、ね、低体温症とか衰弱という可能性が普通に山の中で枯れ沢でお亡くなりになったんじゃなくて山の中でお亡くなりになったそこから、えー、運ばれたで運ばれた量が多すぎるし靴とかねそういう、えーね、ものが多すぎるので、えー、実際はこの辺なのかもしれない、ねね、もしかすると本当にここかもしれない <laughs> ここまで降りてきたのかもしれないでここまで降りてきたとするならばあと少しですから、ね、ここから歩いていけるからここまで降りたとするなら、ね、でここで降りたときに落ちて意識不明とかであれば、ね、逆に言ったら、ね、登,って登って確認できますから,、ね、だから枯れ沢を探したっていうのが嘘の可能性がある未捜索の可能性があるわ 規制、えー、線と赤フラッシュ、小倉美咲さんのお母様のホームページの内容、まあ、これらにより、こういうことが考察できるようになってきた、で現地に行って、掘ってみた、掘ってみたから言えること、えー、歩いてみた、歩いてみたから言えること、でその中で、小倉美咲さんのお母様とかご遺族が、ねあのーまああのー、関係者全員、ほぼですけど、事故だと思ってないと思うんですよ、私はね。 あの小倉美咲さんのお母様が最大の事件、えー、派だっていうふうに定義させていただいたのは、ねあのえー、ご本人がホームページ上の中で言ってますし言ってるから事、ま、件、あ、派というのはどうだとそれに入れるのはどうだというご意見があり多々ありますが唯一言うならばいろんな情報を知ってるであろうご遺族の方が、ね、信じられないっつってるわけや遭難事態がね信じられない。 だから警察の言っていることを信じられないって言ってるわけですよ、普通に考えてね。その信じられない人が信じられるようになったんですかって、昨日、オメガさんという人がコメントくださってますから、皆さん見てくださいよ。それを覆すようなコメントは私は見てないんですよ。あんまり調べてないから見れてないだけかもしれないけど、もしあったらリンクして、ここに言ってますよって。 遭難を山梨県警の滑落したかもという遭難を信じるようになりましたこの1年間でっていうのがあるんであれば私のところにコメントくださいねあの小倉美咲さんのお母様発信じゃないメディア発信とかだったらそれもういお仲間だからね山梨県警とメディアはお仲間だから例えば仮に千葉日報だとしてもそのね山梨県警よりにデフォルムしておあの小倉美咲さんのお母様の 言葉を発信してる可能性が非常に高いからねだから、小倉美咲さんのお母様のホームページっていうのはそういう編集権が入らないから、あれがかなり逆に言ったらリアルな率直な感想で、しかもお母様だけじゃないから、おそらく。お母様の周りの人もあれを見て、お母様をに助言とかアドバイスとか、もしくはね、してるということは、多分ほとんどの人そう思ってるよ。千葉のお住まいのその辺の人たちは。 ね、小倉美咲さんのお母様にとかお父様お母様だけじゃなくて、まあ、お父様のグループいろいろ言われてるでしょグループ会社のグループなのか何なのか分かりませんがそのグループ含めておそらくですけど事件だと思ってますよ、ね、事件だと思ってるそれなぜかってったら山梨県警とか地元の、えーね、消防団ですとか地元の人とかが、ね、表面上親切心を持ってやってるように見えるけど、ね、それを、ね、見ていけばね 嘘とか、嘘まあ、これまさしくこれ探してますって言ったら嘘なんだけど、そういうものとか、もしくは本当に聞きたいことがあったのに、その本当に聞きたいことを言ってくれないっていうのが一瞬でも見えた瞬間に、全部冷めるからね。全部冷めるからね。ましてや、小倉美咲さんのお母様っていうのは、もう何年間も、ね何、100回ぐらいか分からないけど、100回ぐらいあの山梨に通って、 えー、探し続けてたわけ。生きているという可能性にかけて探し続けてたわけだよ。その3年間のやつの脳をガラッと変えるような何かがあったんですかって、この1年間にね。ね何にもないでしょ何かあったんです靴下出てきたそれどうしたんですかって話。 そそもそも靴下もね靴下もあんまいいやそれ言うと長くなるからあとで見つかったね靴下の話言うと長くなるからいいですけどそれ小倉美咲さんのお母様とかその周りにいるお姉様ですとかその一緒に遊んだ子供たちのをに対して遭難であるというふうに思わさるような強力な発表を山梨県警がしましたかしないよねむしろ逆だよね山梨県警の本部長逃げてったよね。 まあ、に本人の意思じゃないと思いますけど、ね、縦、えー、社会の中で、えー、山梨県警の本部長辞めなはれ、そして、えー、警察庁に戻ってこいって、まあ私は出席していくと思いますけどね、伊藤本部長が、元本部長が出席していくと思いますけど、ね、で逆でしょもう、もうそういう方向にしか行ってないわけ、すべてがね。で、現地に行ってみました、ね、地元の人なんて何いくらでも入れるはずなのに、1年間、全然入ってないよ。 ね、ここは入ってたよ。ここは1ヶ月に1回とか入ってるような痕跡があるし、ね、弥生屋の長兵衛さんという人が先月か先々月ぐらいに行ったときに熊手とか日本とか落ちてるわけでしょ。熊手とか、じゃあ掘ってるねってのわ分かるわけ。私も掘ったし、ね、ここの地質を知りたくて掘ったし、ね、掘ったし。が、しかしですよ <laughs>、ね、が、しかしですよ、こっち側とか、ね、このこれよりも上部とか、ね、他の 要は、魅力の約束手笠さんが探した探し方を誰もしてないわけ、そもそもは。ね、本当に事件派だったとするならば、全域探さないといけないでしょ。ばらまいてるかもしれないから。ね、で野生鳥獣の関与があると思ってたら、全域がないといけないわけでしょ、そもそもは。ね、この一本挟んだ、こっち側に、ね、入ったの一人,人ぐらいの足跡しか見え,見えなかった。おそらくですけど、3月に八百屋の長兵さんっていう人が入っただけ、ね。地元の人じゃないですよ、おそらく。 地元の人も入らねえわけもう,もうここにもうここにここに私が八百屋鶴と名付けたこのねあの小倉美咲さんが亡くなったんじゃないかと思われるこのね尾根ですよ小さい野生尾根と言,う言ってるやつねみんなそれ私鶴と呼んでるんですけどその鶴八百屋鶴に入ってるのは私と八百屋さんぐらいしかいないわけ今のところねそのい1年とちょっと前までは警視庁とかめっちゃ入ってるわけここ。は 警視庁とかめっちゃ入ってるわけでももういないもう,もう入るのはこっちだけなのだ,だからっつってこっちは入れっつってないよこれやめた方がいい,やめた方がい,い行くならグループ組んでロープ持ってちゃんとやってった方がいいね身体極まるから、ね、だから八百屋さんもすあ、ね、いずれ,いずれなんか事故とかあうかもしれないからね、あのー。 そ,それぞれの準備をしていくかねあのねえ私みたいにライブ配信とかやってればああもう1日、2日落とさたなければあのね警察経由で誰かが来るっていうことになるかもしれないけどだからそ私もだからもう行かれないと思ってるここはねもしやったとしてもここを掘るこの辺の行けるところを掘るぐらいじゃない。 これぐらいいじゃないだって私何回も行きますって言ってたでしょつまり地元の人とか山梨県警とか見に来ても様子見に来てもいいはずでしょ、ね、誰,も来ない誰も来ませんでしたよ、ここに。<laughs> 誰もね、1日いた1日合計2日間いたんですけども実際滞在したのが5、6時間ぐらいしか滞在できなかったと思うんだけど、ね、そのうちにえ来ませんでしたよ、ここに誰もいなかった、ね、気配も感じなかった。はい 以上で、えー、ございます。